好きなことに迫るテラドメルな時間ですでしょ。よいやばいところに踏み込む回、日中同窓論って一体どないやねんっていう話をしていこうかなと。日中同窓論の話。はい、日本人とユダヤ人が実はルーツが一緒なんじゃないかっていう風で、まあ、都市伝説でもよく話されたりとか、うんね、戦前は真面目に研究されてて書物とかも出版されたりしてたんですよ、うん、っていうぐらいね、いろいろ議論され続けてこの日中同窓論なんですけども、はい、実際ね、今回ねこの真偽、実際どうやねんって話をする以上に、うん、その物事の本質の考え方というか表面的なところだけでこういろんな論争が起こるので、考え方とか物事の本質を問うようなそんな回でございます、うん、今回の話ってあんまり踏み込むのが良くないような話題なんですよ、うん、この世界的に見ても踏み込まれたくないような人がいるかもしれない、うん、でも誰かを否定するような話ではなくて、はい、まあ、こういう事実があるよっていうお話をしたいなと、はい、いうようなお話でございます、うん、日中同窓論でよく言われていることが、うん、まあ、日本の昔のなんかよくわからない言葉をヘブライ語に当てはめると意味が通って、実はこういう意味やったんだとか、うん、そういうのがわかるよみたいなお話なんですよ、はい、ね、かごめかごめの歌がヘブライ語と当てはめると実はこういう意味だったとか、はい、ね、わっしょいわっしょいって意味が実は、神が来た神が来たみたいな意味だよみたいなとか、うん、ね、僕もちょっと話したことあるんですけど、ね、はい、まあ、そういうお話なんですよ、はい、まあ、しかしね、この、まあ、ネット時代面白いですね、うん、YouTube 時代もそうですけども、実際このヘブライ語を喋る人たちが解説したりするようなことも増えてきてですね、うん、で、その人たちからすると、いや、ヘブライ語と昔の日本のことも全然ちゃうよみたいな話をおっしゃったりしてるわけですよね、うん、それも、まあ、もちろん大正解なんですよ。ってなった時に、これまでその日中同窓論の話をし、ね、聞いてきた人たちが、え、そうやったんや、違うんやっていう風になるわけですよね、うんうん、でもそれもそれでまた違うんですよ、っていうお話なんですよ、じゃあ物事の真実って何なのってことを考える上で重要なことがあるんですよね、うん、それが全体像をちゃんと知るっていうことなんですよ、あー、確かに、そうっていう話をまずしていこうかな。結局、そのじゃあ今 YouTube とかでヘブライ語を喋る人たちの言ってることが正しいのか、いや、日中同窓論ってこうだからって人たちが正しいのかっていう話をする前に、うん、まずこのユダヤ人っていう人たちについて簡単に、ね、説明したいと思います、うん、はい、今ね、はい、世界の 30% がキリスト教を信仰してるんですよ、はい、で、このキリスト教の聖書っていうのが旧約聖書っていう物語と新約聖書っていう物語がセットになって聖書っていう形で、うん、みんなこう読んだりしてるんですよね、はい、で、ユダヤ人の信じてるユダヤ教っていうのはこの新約聖書っていうのはカウントしてないけど、旧約聖書の部分は信じてますっていう、まあ、その旧約聖書から派生したものが新約聖書なんですよ、はい、で、この旧約聖書がどういう物語かって言ったら、有名なアダムとイブとか、はい、ね、ノアの箱舟とか、はい、海をパカーンって割ったね、モーセの話とかはこの旧約聖書であり、うん、ユダヤ人が主人公の話なんですよ、はい、大雑把に言うと、うん、ある時ね、ユダヤ人のある人物が神様からユダヤ人にそのね、イスラエルって土地あげるからちょっと遠いけど頑張って向かってって言うわけですよ、はい、で、頑張ってたどり着くんですけれども、飢饉にあったり奪われたりとかして何回も何回も土地を奪われてる、もう最終的にはもう完全にその土地を奪われちゃって、で、世界中にユダヤ人が離散しちゃうっていう物語なんです、うん、はい、でもいつか救世主メシアが現れて、またこのイスラエルの地に戻してくれるから頑張ってね、その時までっていうようなお話で終わってるんですね、はいはい、これが旧約聖書のお話で完結してないんですよ、うん、メシアの登場を待ってるみたいな、ああ、未だに待ってる、そうそうそう、片やその後できたキリスト教の新約聖書っていうのは何かと言ったら、イエス・キリストという存在が人間の罪をね、現在を背負って一度亡くなられたから、これからはユダヤ人じゃなくてもイエス・キリストを通して神様に祈れば、ね、全ての人は救われるよみたいな感じになったんですよ、はいはい、その物語、イエスの物語を書いたのがこの新約聖書なんですよ、うん、新たに約束を神様と交わしました、イエスが、だからみんな大丈夫って、うん、ユダヤ人だけじゃなくなったから世界中にブワーって広まった、あ、なるほどね、まあ、そういう話なんですよ、はい、旧約聖書の部分だけを信じてるのがユダヤ教で、このユダヤ旧約聖書と新約聖書セットで信じてるのがキリスト教、ここまで OK ですか、うん、OK です、はい、世界中にこう離散したんやけど、なんでこのユダヤ人っていうユダヤ教がちょっと残ってるのかって話なんですけど、うん、めっちゃ厳しいね、定めとかがある、これ絶対守ってねとか、ね、こういうルールがめっちゃ、いろんなルールがそれを守り続けないわけ、うん、で、神様から選ばれてるから教え伝えてねってやってるから、うん、どこの国に行っても、うん、その自分たちはユダヤ人だってアイデンティティを持ってたわけ、うん、俺たち神様から選ばれた人たちやしっていうその先民意識みたいなのもあったりとか、うん、実際すごく能力が高かったりとかするから、いろんなとこに行って、まあ、ちょっと揉めたりとか、うん、まあ、するのを繰り返してるみたいなのが、うん、まあ、これまでのユダヤ人の歴史やったりするわけです、はい、そんな厳しい教えがあるからこそユダヤ人っていうアイデンティティを保つことができたっていう側面もあるわけです。それで西暦70年にローマ帝国に負けて世界中に離散したユダヤ人、いろんな国に渡ったのよ、うん、ヨーロッパに渡った人もいれば、アフリカの方に行く人もいれば、中東の方に行く人もいれば、アジアの方に行く人もおったわけです。これがまあ2000年ぐらい前になったわけですよね、うん、ってなってくるとどうなるかって言ったら、大きくそのユダヤ人の中でも2つ
つの勢力に分かれたの。おお、どういうことかって言ったら、うん、見た目が変わった。お、要はヨーロッパの方に行った人たちは白人になってた。見た目的には、はい、中東とかアフリカに行った人たちはまたそっち系の見た目になっているっていう、はいはいはい、で白人系のことをアシュケナ人、でそのアフリカとか中東系とかアジア系の人たちのことをスファラ人、名前が違うの。ユダヤの中でも見た目が変わっちゃって、はい、名前が変わる。へ、このアシケナ人、ヨーロッパ系の人たちが1800年代後半に、うん、いやそもそもめっちゃ前やけどイスラエルの土地を神様から俺らもらったわけやから戻ろうぜって言って戻り出したのがシオニズム運動っていうことなんですよ、はい、でそこでもうすでに住んでたパレスチナの人たちがいや俺ら住んでるしってなって今でもそれが喧嘩と戦争になってるみたいな、はい、ここに戻ってきた人ってほとんどヨーロッパ系の白人、まあ、ドイツとかの人が多くて、うん、で1948年にじゃあもう戦争も終わったし、うん、もうこの木綿のあれやからもうイスラエルっていう国はもうあげるわって、うん、パレスチナの人たちはごめんやけどってやったのがこの1948年、うん、でその戻ってきた人たちが一つの国を築く、うん、っていうのが今の現代の話ですね。現代。しかしですね、しかしもともと、はい、そのイスラエルってのは中東じゃないですか、うん、なんで、はい、見た目的には中東系の見た目をしてたはずなんです、うん、イエス・キリストの実際の姿が実はこういう感じだよって言ってちょっと中東っぽい見た目で発表されたりするじゃないですか、うん、要は見た目的にはスファラディの方が近いんですよ。あ、確かにね。となってくると、うん、ユダヤ人ってどこからがユダヤ人で、どこからがユダヤ人じゃないのって話になってくるんですよ、うん、で、じゃあもうアスケナジムが本当なの、スワラディが本当なのとかじゃなくて、うん、ユダヤ教を信じてる人たちは基本的にはもうユダヤ人だよってふうにするせざるを得なかったせざるを得ない。なぜならもう血統とかで証明できるものがないし、もともと中東系って言い出したらヨーロッパ系の人たちがじゃあ俺たちはちゃうって言うんかい、もともとはユダヤだぞってなるやん、うん、でももう、はい、ユダヤ人を信じます、ユダヤ教を信じますってユダヤ人になっちゃうから、はいはい、じゃあもはやもうユダヤ人って何、うん、っていうのが今の実はリアルなんですよ。でこんな話をするとなんかじゃあ偽物がどっちだとかいう話になったりもう論争があったりする。そうじゃなくて別にどちらもユダヤ人のことがあると間違いないんですけれども、うん、なかなか難しそうな話題ですよね、うん、ってなってくるとその当時ねその2000年ぐらい前に使われたそのユダヤ人ヘブライ語っていうのは、はい、ね、いろんな国に渡り歩いていろんな人種の人たちと交わってるのにどうやって守り続けたんやったらしい。違う土地にて別の言語で喋りまくってたらさ、全然あいつら伝われへんわけやね。そう、まあ、全然コミュニケーションできへんやんけどなるやん、うん、なので消滅してるんですよ。消滅してんのよ。特にアシケナジム、白人、ヨーロッパ大陸の人たちの中ではもう完全になくなってるんですよ。要はそのシオニズム運動って言って、要はそのヨーロッパから移民してきたタイミングで、うん、俺たちの言語を復活させようぜってことで生まれたのが現代ヘブライ語なんですよ。お、つまり生まれてから100年ぐらいしか経ってない。あ、そのヘブライ語そう、うん、新しい言葉として生まれ変わってるんですよ。だから、うん、今日本の古代の言葉と今のヘブライ語を比較しても論争にならないんです。あくまで今のヘブライ語が間違ってるとかじゃなくて、古代の言葉同士でやらないと、うん、でこの言葉って、ね、答えが出ないんですよ。確かに聖書に載ってる古代ヘブライ語っていうのは文字とかは一緒やけど、うん、発音から何から全く違うんですよ。文法も違かったりするんですよ、うんうん、ただこの表に全く出てこないスファラディっていう人たちはかなりこの古代ヘブライ語に近い発音を今でも使ってる、っていう風に言われてるんですよ。なので結論として言ったらどちらもわからないってことなんですよ。あくまでその今までのこの二種同様の話があって、いやちゃいますよって話があって、あそうなんだってみんな情報にこう揺さぶられるんですけど、うん、物事ってこう歴史的に見たら、まあ、こうなってるから、はい、ここだけで話してもわかんないよねっていうのが事実であり、で結果として真偽はわからないし、もしそこを知りたかったらスワラディの方に聞かないとその本当の発音はわかんないというのが現状なんですよ。さらにその DNA 検査みたいなのをしたら、うん、まあ、日本人とユダヤ人違うかったって話とかもあったりするんですけど、これも今言った通りもう何をもってユダヤ人って分からへんからもう DNA 検査もそんなもう今ユダヤ人やってますって人の DNA を検査したとて取ってね、なんすよ、うん、言ってしまえば、はいはいはい、っていうふうにもはやほんまに真偽が分からない、うん、じゃあ日中同窓論って結局どうなのって話なんですよ。ね、僕今こんだけ話して結局ほんまか嘘か分からへんって話をしたわけじゃないですかでその謎を紐解く重要なね鍵があるわけですよ。おでそれを説明するでまず解説しとかないといけないのが、はい、ユダヤ人って見た目をかなり特徴的にしてるってことなんですね、うん、
要は先民意識じゃないけど神様から選ばれた人間たちってことで、見た目からかなり個性を出してる。黒いハットに黒いスーツ着て、髪型をかなり特殊にねじり上げる。おー、厳格に教えを守ってるユダヤ人の方とかみんなこういう格好してるんですよ。そうなんです。僕2年ぐらい前にね行ってきたんですけど、実際、うん、そういう方実際いっぱいいて、いっぱいおるんや。そうじゃない方もいっぱいいるんですよね。うん、でもそのもう守ってるよっていう方は黒ハットに黒スーツにねじり上げる。しかももっと言えばそれたちの考え、俺実際話ちょっと聞いてるけど、シオニズム運動っていうのは自分たちの意思で戻ってきてるんです、イスラエル、うん、ユダヤ教の教えでは、本来の教えではメシアが現れて戻されるっていう話やったから、メシアが訪れるのを待ってるっていう人たちがいて、まあ、それたちだけやったんかもしれんけど、はいはい、おそらくその厳格に守ってる人たちはまだメシア現れてねえってなってるはず。でこの姿をいつからやったのか分かんないんですけど、教えとか厳格の教えとかはもうはるか昔からあるから、おそらくかなり古くからこの格好をしてたんじゃないかと。髪型ちょっと見てもらっていいですか。こういう感じで、うわー、これは分かりやすい。ねじり上げてるんです。ねじり上げてますね。黒ハットにスーツにねじり上げっていう、おしゃれな感じや。でなんとですね、うん、日本の古墳から、うん、こんな感じの服装とねじり上げた髪型をした埴輪が見つかってるんです。埴輪出たよ。そう、そのね埴輪がこちらでございます。あら、完全に一緒やんね。ねじってるね。一緒でしょ、このねじり上げた感じと、うん、この目鼻立ちの特徴といい、帽子といい、ね、日本人っぽくはないもんね。でしょ、こんなハット被らないでしょ、うん、なかなかね。埴輪は西暦300年から700年ぐらいの間に大量に作られとった、うん、だからこの期間に少なくとも着てたんじゃないかっていう、そうなるよ、ね、可能性の話ですけどね。可能性、何をこれモデルにしたらこういう見た目になるねんっていう話ですから、ね、うん、まあ、日本書紀古事記ができる前ですよ。ユダヤ人っぽい埴輪が作られてるっていうのは、こういう見た目をした人が、うん、まあ、かなりの権力に地位にいたか、はい、まあ、たくさんやってきてたかってことですよね、うん、でこれがそうだとすれば、うん、まあ、日本の文化に存在してない見た目髪型なので、うん、まあ、来てたんじゃないかっていう有力な証拠になりうるんじゃないか。なりうるね。しかしこれに関しては結構割と最近見つかったやつなので、えー、そこまで研究進んでないんですよまだね。果たして単なる偶然なのか、うん、いや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 どう思いますか。海渡ってるね。ルーツとまでは言わないけれども、古墳自体は空白の数百年って言われてるんですけど、はいはい、その期間、日本の礎、その後に大和朝廷っていうの形として、うん、書物として残り出してるわけですから、はいはい、この重要な、ね、歴史をかたどる期間に来てる可能性が非常に高い。もちろんこの埴輪がユダヤ人の埴輪だって証明されたわけではないので、うん、分かんないんですけれども、今回の話ね、ちょっと言っときたいのが、はい、嘘本当ではなくて、そのやっぱり物事をさまざまな角度から見つからないと、やっぱ表面上の情報だけに引っ張られて、まあ、右往左往しちゃうよねっていう話なんですよ。うん、はいはい、なんでこう前提の流れだとかそのを知らないと、うん、嘘だ本当だ、いや実は本当やったんで嘘だったんだみたいなことをずっとやり続けないといけないし、うん、そこがバチ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 したりとか、間違った情報でなんか愛と放棄するみたいなことが起こりうるので。こういう癖をつけましょうねみたいなお話でもあったという、はいはいはい、回でございました。いかがだったでしょうか。サムが言ってたんで絶対来てます。間違ってるよ。来てます。それ一番右往左往する人の考え方調べてくださいねってそういう話でございます。ということで、じゃあこの辺でまたね。